加セ屋東霊は、出羽国の江戸時代後期の演算、史上派の日本画家。本名は、加セ屋正ョ門。東モはガ号。秋田藩領、出羽国小月郡猿藩内村の親さときもいり、十代、加セ屋正ョ門の長男として生まれた東霊は、幼名は、聖室といった。幼い頃から絵に興味があり、家も裕福で父親の理解もあって、若年の頃、秋田藩の絵師、 渡辺道省について絵を学んだ。その後、帰郷して父親の後を襲い十一代、家世や小右衛門を名乗る。1825年、飢饉に悩まされて乾村であった猿藩内村を活性化しようと、村を通る仙北街道の手相越えの道を拡張することを軍役所に願い出た。この手相越えの道は、秋田藩領の猿藩内から、 仙台半領の卸ろせに至る道で、当時は人しか通れない幅だった。これを牛馬が通れる幅に拡張し、道の区国からの牛馬獲得、新田開発、石田和造産、物流輸送の円滑化を図ることが狙いだった。仙台半側の合村の協力も不可欠で、そちらにも働きかけ仙台半側では拡幅工事の許可が下り、仙台半側の仙北街道の拡幅工事が、 始まったが、秋田藩側ではなかなか許可が下されなかった。東霊たちは、仙台藩側で工事が始まっていること、また牛馬獲得により国高造産となれば、農作業の負担増と年貢米も増えることから、事後承諾でもよかろうと、許可を降りないまま工事を始めた。ところが、無許可工事の罪を問われ東霊は、秋田藩によって逮捕され投獄されることになった。 秋田藩の佐竹家と仙台藩の伊達家は、関ヶ原の戦いで敵対しており、秋田藩側は、仙北街道を拡張する気は、初めからなかった。この一件を、牛堂事件という。牛堂事件で逮捕され、投獄された期間は3年に及んだ。1828年に出獄し、息子の清末に親里木も入りの座を譲り、数え39歳で絵師を志すことになる。 東霊は、風物社生を基調とする、丸山王居の流れを組む、炎山、市場派の鈴木南霊に、弟子入りするため、京都に向かった。はじめは、風物社生修作から商品を手掛け、1834年には、大福や屏風画を任されるようになり足掛け8年の修行を経て、1835年5月、東霊の学校をおしよりいただき郷里に帰った。この 数え47歳。しかし、帰京後は、安土館から憔悴して病床につき、わずか1年半後に他界した。現在、東麗の作品は、京都時代のものが、横手市文化財にわずかに残されているだけである。なお、漫画家の矢口隆夫は、横手市の同じ猿藩内地区の出身である。ありがとうございます。